13年ぶりに大堀に戻ってきました。まあ、これからまた100年、200年とこの大堀の地で大堀相馬駅が継承されるのかなと。300年以上続く大堀相馬焼の窯元の一人、近藤学さん。ふるさとで念願の工房と店舗が完成しました。福島第一原発からおよそ10キロの距離にある大堀相馬焼の里。原発事故後、帰還困難区域となり、およそ20の窯元はふるさとを追われました。産地を離れた伝統は大堀相馬焼と呼べるのか。近藤さんは避難先のいわき市で考え続けていました。やっぱりその大堀に戻って、本来の姿の大堀相馬駅を継承しないと、まあこれ途絶えてしまうなっていう思いが自分にあったんですよね。まあそういうことで、どうしてもやっぱり大堀には帰りたい。去年、一部で避難指示が解除された浪江町大堀地区。解除のエリアは、伝統的工芸品の産地として文化的な価値を守るため、窯元の敷地だけ。点の解除でした。俺は、80って言うやり方は、頭に来てる。だから結局大堀の住民、窯元でね、住民もいるわけだ。これと分かりさせるような感じで二分して、あれがだ迷惑だって、俺から言わせると。白川市に避難した怒り屋窯、山田真一さん。我々は正直だから帰りたい部分もありますよ。だから帰りたい部分もあるので、大堀での再会っていうのも視野には、視野っていうか、こう考えの中にはちょっとありますけれども、ただそのどうやってあそこで生業として生計を立てていくのかっていう、そのビジョンが全く見えない状況だし、だからうちは怒り屋っていう屋号は、そう、まあ、この地をいかなることがあってもとどまれるようにっていうことで、船の怒りの屋号をもらったんですけれども、やっぱりちょっとそうはいかなかったですね、今回はね。はい、将来的に帰還困難区域のすべてを避難指示解除し、復興再生に責任を持って取り組むとの決意、これには揺らぎはありません。2020年代までに希望するすべての住民の帰還を目指す政府。希望しない住民の自宅や森林などは、今後も帰還困難区域として残ります。国でね、希望者はやるけども、希望してない人はやらないなっていうこと自体がさ、もう全然その、なんていうの、この状況に合ってないっていうの。うん。だからどこでそういうことを発想してんだって。
もう第三者がもう人ごとのようにただその物語を決めてる。自然の、薪でもってその炎の力で焼き物を焼いていくってもう本当に原点だよね、焼き物の、うん、登り窯は伝統の礎を築いたシンボル。そして大堀相馬焼の原点。どうしてもね、やっぱり大堀で登り窯やりたいなっていう気持ちがねどんどん強くなってくる、うん、この春、近藤さんは13年ぶりにふるさとに戻り伝統の復活を目指します。ただ他に戻る窯元はいない大堀地区。原発事故から14年目の現在地です。